さあ、ということで、まあ、今日はね、素晴らしいゲストの方に来ていただいております。まあ、皆さんね、ちょっといろいろ気になる話もあるかと思いますので、ちょっといろいろ聞いていきたいと思います。それでは、登場していただきましょう。霜降り明星、せいやさんです。どうぞー。どうもー。声量が一人一人でかい。こっちすごいパブーイングのパワー、ブーイングの神みたいな人なんだけど。ブーめっちゃ強い。何したらこんなことされんの？いやこれ理由あってね。いやいやでもまあね、もちろん大阪ダービーですから。そうですよ。ということでね、せいやさん来てくれました。ありがとうございます。吉本の、セレッソ大好き芸人ということで。そうですよね。まぁ、あ、ちょっとね、はい、実はさっきも歩きながらね、ここ来た時に。控え室から向かう時に。そうそう、セレッソのファンの方たち、勝とう、はい、みたいな、はい。大阪ダービー、ね、ここ、取って大事ですか、うん、セレッソに。そうですよ。ほんなら、ガンバサポの方が、はい、宇佐美は許してねえぞーちょっと待って。いやいやいや、すごい方。あの方に、芸人さん、二人ついてください。大丈夫。ザ・ガンバファンみたいな格好してるけど。いやいや、もう俺はでも大丈夫です。ガンバファンも優しいですから。そう、サッカー大好き。はい、優しい方ですよね。もうね、一回ラブ J リーグっていう番組でね。はい、何があったんですか。そう、いろんな方にインタビューしてもらう、させてもらうとこで、はい、宇佐美選手がね、はい、次インタビューやったのよ、はい、で俺が、そのセレッソちょっとやっぱ子供時に見てたから、まあね、幼少期からずっと見てますから。そうそうそう、セレッソ応援しますみたいな言ったのよ。はい、ほんなら宇佐美さんがそれ聞いててあ、聞こえてましたよ。うわ怖っ。じゃあガンバはもういいんですねみたいな。はい、宇佐美さんももちろん冗談やけど、うん、そうですね。それがもうめちゃくちゃバズって、あ、そのインタビューのやつがね。ほんで大阪ダービー一回台風で延期なったやんか。はい、この間。そう、それで聖夜でエゴサーチしたら、はい、血襲い損ねたっていう。怖っ怖っ。誰や襲い損ねたやつ。俺見たぞ、あの怖いツイート。死、襲い、俺台風に命救われたんや、俺。危なかった、俺。危な、襲われかけ。いや、でも、優しい。ガンバサポは。そうそう。もうここにね、いる人たちはもう皆さん優しい方ですから。ワクワクステージ、こんな半々なんですね。いや、確かに今日はね、特別半々なんですよ。嬉しいね。でも平日でこんだけ集まらないです。すごいお客さん。土日でもこんな集まってないです。あ、そうか。はい。せいやさんがやっぱこれだけ見たいな。皆さん大阪ダービー盛り上がりましょう。すごいわ。素晴らしい。綺麗に左が青で ね、真ん中ピンクで。ちょうどいい大阪ダービーになりそうですけど。すごいすごいとこ陣取りましたね。青でパナソニック一人。すごいすごいハートの持ち主や。根性えぐいて。すごいすごい ね、これが大阪ですよ。いやもうどっちも大阪やから、やっぱ。そうそうそう、ね、いいんですよ。ちょっとミニコーナーみたいなのがあるみたいなので、ね、はいはいはい、行きましょうか。はい、題して、選手を鼓舞しろ、しっかりせいやなんでしょうか。まあね、僕、サポーターが選手の助けになることをね、はい、は、選手を応援することでございますけれども、せ、はいや、はい、さんには、3つのシチュエーションで、はい、選手に力が湧いてくるような声援を考えていただきますと。なるほど、なるほど。はい。で、この応援される選手役を務めてくれる方が来ていただいております。はい、坂本紀之アンバサダーでーす。もう、セレッソのレジェンド。はい、お願いします。お願いします。ご無沙汰しております。土産物の選手みたいに似合ってる。ほんまやな。これがだから今日配ってる。あ、なるほど、シャツですね。皆さんが着てるシャツですけれども。はい、これ靴もね。あ、そうです。靴もタイアップしてる。タイアップしてる靴も。やっぱピンクがね、映えて。そうなんです。セレッソはいいですね。いいんですよ。いいですね。ありがとうございます。はい、いや、なんで、やっぱね、そう、サッカー選手って、現役終わっても焼けてるんですかね。みんななんすけど、牧野さんとか。なんで現役バリに焼けてるんですか。いや、ちょっと指導者のライセンスを握ってて。なるほど。そうか、外のとかもそうだと思う。そういうことですね。なるほどね。いろんなとこで、サッカーを、外でやってるから。愛してるから、焼けてるんです。なるほど。そういうことです。ということでね、はい、今からちょっと、坂本さんに協力していただくんですけど、はい、もう3つのシチュエーションをせいやさんにちょっと応援していただいて、どれが一番良かったかを、お客さんの皆さんと
チャケさんに、はい、ちょっと判定してもらおうかなと思います。ミスターセレッソよ。じゃあまずね1個目なんですけども、うん、はい、前半20分、はい、なかなかゴールが決められない、あ、そんな時に、攻める気合が入る声援。なるほど。ちょっとここで点欲しいなっていう時、みんなで一体感、みんなで一体感でこう、ね、攻めていこうよっていう時の声援をちょっとせいやさんにやっていただく。これはでもあるかもしれんな。あ、もう実際にあるかもしれない。いい、はい、あ、じゃあいいですよ。じゃあせいやさん、はい、でこれを、あ、じゃあシャケさんに、はい、応援、シャケさん応援してる感じにしてもらっていいですか。じゃあ、はい、どう、ちょ、ごめん、どういう設定だったの。あんまりコーラーの意味がわからんねんけど、俺は、そう、シャケさんを応援するわけじゃないねんな。シャケさん応援するわけじゃないけど、俺はお客さんのコールの感じで言ってる、はい、そうです、そうです、オッケー。じゃあ一体感じで、はい、選手で、はい、一応選手っぽい感じで、はい、20分で点が入ってない、点入ってない、はい、ここでこれコール決めてほしいという時、はい、いきます、はい、オレ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 、あ、いいですよ、レオレオレオセアラ、オレ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 レオ様決めてよ。これどう、めっちゃありそうじゃない、めっちゃダイレクトなメッセージ、直接すぎる、決めてよ決めてよ、あんま聞いたことない、あんま最後決めてよ合わせにくいと思う、あんまよう聞いたことない、最後にちょっとダサさ出ました、決めてよ、ちょっと言い方がダサいんですよ、オレオレからレオレオになる、確かにめっちゃおしゃれ、これ なんかありそうじゃない？いや、ありそう。でもないですね、これは。おー。これはないけど。これどうですか？結構。めちゃくちゃ良かったですね。あ、良かった。結構そういうダイレクトな、もう決めてくれっていうメッセージ。いや、めちゃくちゃいいと思います。おー。おー、これはいいですよ、じゃあ。ごめんなさい、シャケさんは何を、そう、棒立ちで、俺見られ、そのなんか、こんなんしてくれるんじゃないの、いやいや、いいですよ、別に。ね、なんかシャケさんがコントイン、こういう時もあるでしょ、プレイ中に。コントインした割には棒立ちやったちょっと恥ずかしかった。どういう関係なの、いや、一応やっぱシャケさんに応援と、まあ、プレイしてるみたいな感じなんで、かりました、そこはもう細かいことはいいんですよ。決めてくれへんよ、あんな棒立ち。じゃ決めてくれますよ、いざとなったら。オッケー。まあ、シャカマさんもね、結構大阪ダービー出たと思いますけど、はい、どんな感じなんですか、雰囲気は。いや、すごいですよ、やっぱり、まあ、他の試合とはやっぱ全然違う。全然違いますね、そうね、本当にこう、まあ、ありがたいなっていうのももちろん感じますし、はいはい、まあ、その絶対勝たなあかんっていうプレッシャーも、そうか、はい、ありますし、そうですね、まあ、ほぼほぼ負けたんですけど、僕の。いや、なんか大阪ダービー勝てないっすよね。そうなんですよ。そう、昔はね、特にね。そうなんですよ。チンチンにやられたんですよ。なんかね、すっごい外国人おったんです。ガンバって。ガンバ強かったから。そう、遠藤選手がいてね。もう一番ガンバの黄金期。確かに黄金期の時にぶつかってるかもしれないですね。ぶつかってますよね。そうですね。強かったですね。やばかったっすか、やっぱり。まあそうですね、あんまり言いたないですけどめっちゃセレッソの人、そんなトラウマない最初のブーイング震えたんじゃないですか俺の見てて大丈夫か、シャケさん優しい笑顔です。いや、やっぱりそういう大阪ダービーは気合が入って、いや、なんかやっぱこの大阪、まあ僕らも大阪出身、関西人のこのやっぱ熱気ってちょっとちゃうやん。他ではないですもんね、多分 J リーグで一番熱いダービーですから。やっぱね、パワーがね、すごいんで、大阪ダービー、それが2倍というか2乗になるわけよ。そうですね。そりゃ熱気すごいですよね。すごいですもん。だからもう順位とか内容とかもう関係ない。あ、これだけ勝ってくれっていう気持ちが。そうですよね。なんかこれだけ独立した戦いですよね。そうなんですよ。大阪ダービーっていうブランドというか。で、ここで負けたらほんまに1週間ぐらい凹みますからみんな。いやー、やっぱ近いからな、敵が。そうなんですよ。近い。ちょっとガンバがね5位ということで、ガンバ調子いいのよ。調子いいんですけども、強い。でも最近はねちょっとね引き上げが多いんですけども、そうですね、どうですか、つけ入る隙はやっぱ、まあ、もちろんね、絶対、勝つチャンスっていうのは、はい、大いにあると思うんですけども、うんうん、やっぱり宇佐美選手ですね、はい、結局ね、まあそこからやっぱ機能しだすと、はい、ガンバがこう勢いづいちゃうんで、はい、あっこうやっぱり、そこをやっぱしっかり止めたいっていうのが、うんうん、まず、はい、かなりだよ、守備をね、すごく大事かなと。うわ、宇佐美選手はやっぱね、やっぱステイヤさんもね、応援しますという。もう名前出すな。何ですか。宇佐美に勝つ入れなってくれ。なんで俺がここで勝つ入れ。宇佐美さん。
なんで今ここで今日も頑張れよって意味をもうセレッソのせいじゃん。セレッソのセレッソのファンにまた言われますから、ね、もう今かなり中途半端なポジショニングとってます。じゃあ、 あの人一人すごいね。100人分のパワーになる人頑張るの100人力の人をね、ガンバー側にすごい。そうかな、その辺はさあ、ということでちょっとね、今日、うん、何対何で勝つぐらいちょっと聞いてみていいですか、シャケさん。いや、そんなあのほんまに当てに行かんで大丈夫ですか、はいはい、あの別にめちゃくちゃお金が2-0ですね。2-0 おお、2-0渋い、はい、2-0、はい、まずは0、クリーンシートは0です、もちろん、はい、ですけども、うん、ちょっと2点どういう、あのセットプレー1個来るんちゃうかなと思ってるぞ。確かにセットプレーいいです、はい、そろそろなんで、まあその俊太の、うん、はい、あのと振動っていう、確かにこの2人強い、ね、そこに当たってきてるんで、はいはいはい、そのセットプレーでなんとか先制で取れれば、まあ、前がかりになったところをカウンターでっていうのがイメージ、かなり具体的な、はい、はい、持ってます。ありがとうございます。先制点ですね、もちろん、はい、いや、せいやさんもちょっとじゃあ予想スコア聞いといていいですか、はい、いやあの方になんかまた言われて、あっち見たらダメ、もうちょっとあっち見たら声量すごいからすごいから俺でもここはセレッソのワクワクステージです。そうやんな、俺正解に進出してないよ、はい、お前の制作嘘やったぞぐらいすごいねんけど、すごい熱ですけど、俺絶対正解いかんわ。セレッソのステージです、はい、でもうほんまにセレッソが思うちょっとね、予想スコア聞かせてください、はい、いきます、もうこっち見ずにね、はい、こっち見ないでください、はい、4-0 おっ4-0です。4-0、ありがとうございます。決めまくり、まずどこ決めまくり、レオン様ハットトリック、おい、北野くんがもうおい大ドリブルからの、はい、ニアに綺麗なシュート、ニアに綺麗なシュート、これも言ってます、ニアに具体的な、はい、綺麗なグラウンダーでシュート、最後4-0、うわ素晴らしい、これはすいません、ごめんなさい。でかいのブーでかいでかいでかいの一発だけ見た、みんな分散すんねんけど一発だけブーマスターハンドみたいなブーブースマブラのマスターハンドみたいな、めっちゃ面白いかった、めっちゃ面白い、さすが大阪でございますけど、解消してほしい、とにかく、ね、とにかくもう買ってくれたら何かいいと思うね、今日はバーンって盛り上げてほしい、うん、そうですね、はい、さあということでございまして、終了のお時間が来ました、早い、そうなんですよ、じゃあ最後ちょっとセレッソに、なんかせいやさん、うん、なんかセレッソにちょっとメッセージここに、ね、いやいやいや、もう皆さんに大阪ダービー、うん、ちょっと勝ちましょう今回、ね、で行きましょう、快勝、しかもよっしゃ、僕的にはせいや軍団の北野君、 そう、そして勝手にねレオ様を押してますんで、はい、皆さん取りますよ、呼んだろ、よっしゃ、行こう行こう、ありがとうございます、ガンバごめんねもういいです、もうそこはもう気にせんといてください、セレッソの舞台ですごめん。さあということでございまして、はい、レフリーエスコートもあるということで、はい、皆さんこちらも見ていただきたいと思います。いということで試合キックオフが19時となっております、酒本アンバサダー、そしてせいやさん、ありがとうございました。応援頑張ってください、ありがとうございました、勝ちましょう、セレッソ勝とう、勝とう、皆さん、スタグルも食べていってください、確かに美味しいよ、ありがとうございました、ありがとうございました、ガンバサポも最高、すいません、ありがとうございました、お疲れ、お疲れでした、大盛り上がりで。すごかったっすよ。すごかったね。ほんまに若くステージ、基本土日でやって、うん、今日平日じゃないですか。うん。マジ、今までで一番人いました。最高。さすが。いや、正直ごめん。お前の MC 最高やったな。気持ちええ。ダブル東の東。まあ、大東もやけど。気持ちがええわ。ほんまに。あれだこいつらの勢い、とどまるとこ知らんで。気持ちええ。MC。気持ちがいいですね。前もな、はい、いや確かにこの聖夜さんと仲良くなったのはもうこのセレッソのステージやって僕が MC で結構かまさせてもらってそれお気に召していただいて、いやいやほんまさすが、いやありがとうございます、 いや楽しかった、余裕のある、いやいやいやもうそんないっぱいいっぱいですよ、うわ高っ、上がってるわ、叩きすぎやろ、どんだけ叩くの、まあその大阪ダービーなんでね、そのガンバサポも結構って、そうですね、ステージはねちょっとね最初はどうなるかと思ったんですけどね一人ね、もうほんま、ガノンドルフみたいな、100人力みたいな、俺のアンチをって。なんか。びっくりしたっすね、あれ、ね。普通ブーイングって、うーって分散する。何回かはブーってね。そう、一発ででかいの。うーでかい。でかい位置。うーレアマスターハンドのブーイングすまん。レオン・セアラ選手好きです。うー
いやちょいちょいずっとなんか言ってきてくれましたね。最高やったな。わーとか言って。でも最後にな。最後、はけていった時。散々ブーイングしてもらって、もうそれもおもろい感じしてもらって。うん、そう、だいぶみんな受けてましたもんね。セレッソ 4-0 で勝ちます、勝ちましょう、みたいな最後。結構。ありがとうございます、みたいな顔を見たら、そのガンバ、サポーたちが。はいはい、試合しような。めっちゃええやつ。めっちゃええやつ。結局めっちゃええ人。結局めっちゃええ人やった。もうだからね、僕はセレッソのこういう、こんなん来てさ、ガンバサポーにもちろんそらな、言われてもしゃあないけど、うん、優しいわ。めっちゃ優しかったですね、みんな。そうそうそう。ほんまに、ドセンターでガンバファン一人だけいましたしね、今日。あれ、根性エグいっすよ、あの人。どういう気持ちであの真ん中、陣取ってたんあれ。イェーイとパナソニックって書いてる。それぐらい、でもそれを許す、このセレッソの。そうね。温かさもあったし。で、こっからが、あの、本番というか。そうですね。その、セレッソのサポーターたちに挨拶しに行きますんで、ね。こんなん初めてですよ。エスコートして。あ、初めて初めてです。このセレッソサポーターのとこに行って挨拶するっていう。その時にガンバサポーターが真逆におんねんけど、はいはい、まあ、一応なんか飛んできたら、もう多分すごい、あの、遠投で飛んでくる可能性。そんな、肩強い人いないんですよ。ガンバファンにそんな肩強い人いないんですよ。一応頼むぞ。なんで俺が守らなかった SP みたいなんで。はい、ちょっとどうなるのか今から行ってきます。楽しみですね。イニミニレカピカレイライオニメカチカロリパパランパンプッシュ。